邪魔するぞ。協力してほしいことがあるんだが、これを読んでくれないか。手紙？ああ、またか。いえいえ、ただの憶測です。手紙を確認するので、少し待っていてください。読めるのか。そもそも、本当にテイワットの共通語なのか？うん、確かに。この字は真似できるものではありません。お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この飛雲紹介がおもてなしします。焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。おお、天津があるのか。そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は飛雲紹介の必修科目ですから、客人をおろそかにすることはできません。案内しますから、お二方さん、こちらへどうぞ。適当にあしらって終わるか、追い出されるかと思ったけど、本の虫は案外やるんだな。お待たせしました。手配が終わりました。重西公にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは効き目がないでしょう。同じことをさせないためには、彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。重西公の商いが赤白と関係あるなら、この李ゆえの赤白を全て買ってしまえば、重西公は窮地に陥ると思います。材料がなければ、どれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど。そうなったらファデュイの注文を達成できなくなるもんな。でもリーユエは広いし、赤箔を全て買うなんて大変じゃないか。ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったように、お二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエ港の中の店舗ですね。その場所を地図上に記しておきました。それから双眼巨炎でまだ買われていない赤箔も買っておく必要があります。最後は上級殿のものですね。おう、城内の3店舗、双眼巨炎、上級だな。覚えたぞ。もちろん購入するための費用も心配ありません。おお、モラがこんなに。これって瑠璃亭を1ヶ月間貸し切りできるほどの額だぞ。こういうことは初めてではありませんから、慣れてます。お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛雲紹介にお任せください。赤箔の購入が終わったら、飛雲紹介の倉庫に来れば面白いものを見れますよ。あいつ、ああ見えて案外頼もしいな。リーユエコ、双眼巨炎。いらっしゃい。何かお探しですか？すべて？実はすでに数人と商売の約束をしてるんですけど、でも口頭での約束のみで、契約書がまだなんですよ。飛雲紹介だったんですか？おお、なるほど。どうやらリーユエの商業界に新しい動きが。あ、なんでもないです。気にしないでください。ただの独り言ですから。先約のことは心配しないでください。相手は手付金を払ってないし、こういうのは商売上よくあることですから。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。すまないが、商品はすべて品切れだ。また今度にしてくれ。おっと、スネージナヤのやつが買いに来たのかと。赤箔なら
あるにはあるけど、でも全部スネージナヤの工場に卸す予定だ。儲からないし、管理がめんどくさいんだよ。そうか。あ、ちょっと考えるから待ってくれ。いいだろう。ならこの契約書にサインしてくれるか。ああ、リーウェジンはお金持ちだな。おい、少し黙っててくれないか。すべて言っとくが、うちはこう見えて仕入れ先が多い。全部は買えないと思うから、欲しい数量だけ言いな。悲運紹介。それならそうと早く言ってくれよ。うん、悲運紹介であれば安心だ。すぐ手配するから早速契約しよう。スムーズに終わったな。お金があるっていいな。次は双眼鏡に行こう。悲運商会がリーウェコーで石箔を買い回ってると聞いてな。ここにはまだ出荷されていない石箔がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。先方も高値を言ってきているからな。700万もらなら譲ろう。はあ、リーウェコーで買ったのは全部で200万もらもしなかったぞ。仕方ないだろう。金を出す者に売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったら、こちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。買わないなら帰ってくれ。わかったわかった。高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると、旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。あ、悪かった、すまない、許してくれ。だが実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし鉱石を回収しないことには売ることもできない。どうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。全部見つけてくれたらすぐ契約に応じよう。それはもちろん。まだリーウェで商いをしたいからな。仕方ない、行くぞ。分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、石箔がたくさんあるぞ。場所を記録して。
ません。確認完了。ひひ、見つけた。全部石箔だぞ。この場所を記録して後で飛雲商会の人に運んでもらおう。どれどれの、これだな。五台って言ってたよな。これで全部だ。戻って報告しよう。はあ、こんな大変な作業になるなんて、何かおまけしてもらうべきだったな。運搬車の場所は全て記録してきたぞ。これで石箔をオイラたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。飛雲商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。よし、これで完璧だな。へへ、オイラにも商人の才能があるのかもな。あとは上級の石箔だけだ。ちょうどよかった。最近シゲ最高の手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ、奴らはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？何？ああ、なるほど。君たちシゲ最高の同業者か。人は見かけによらないな。しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ。通常価格で売ってくれ。え？本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後、またシゲ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。分かった。今よりまずい状況もないだろうし。しかしこれだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。ありがとう。本当にありがとう。どう感謝すればいいか。いい人にはいい報いがある。悪い奴には罰が当たる。さあ旅人、飛雲商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。